本日寒い中をこの演奏会にお越しいただき厚く御礼を申し上げます。この度徳島ゴニダヤのお招きで台湾から台北漢朝バイリンガルスクールの管弦楽団総勢70名来日しました。台北漢朝バイリンガルスクールは昨年こちらの徳島国立大学と姉妹校となりました。この管弦楽団は台湾で3年連続全国チャンピオンになりました。特に今年は審査員7名全員から90点を超える点数を獲得しました。今日ここで文理大学の学生さんと一緒に共同演奏いたします。最初の4曲は台北漢朝管弦楽団による演奏です。1曲目はベドベのフィデリオの序曲、2曲目は皆様はよくご存知の曲ナダソーソーです。3曲目は中国の古い曲将軍伝です。4曲目はシュスタコービッチの交響曲第10番より第2楽章。この曲は文理大学3名の学生さん加わっての演奏になります。以上、式は台湾新北爱乐管弦楽団の林秋林先生です。続いては徳島国立大学ウィンドウオーケストラによる「アナと雪の女王」を吹奏楽でお送りいたします。最後の2曲は文理大学と漢朝の合同演奏になります。1曲目はヨハン・シュトラウスのナデッキ行進曲、指揮は文理大学教授の坂東先生です。2曲目は古くから台湾の人々に歌われている曲で高山青山は緑です。どうぞご清聴ください。